ございます。シトウレイです。今日はですね、割とちょっとゆったりさせてもらいましてですね、今はですね昼2時プレイの紹介場ですね、ポンピドゥにいます。で、今日の予定はクロエ行って、ロジェ・ビビアのプレゼンに行って、リコウェンス大好きに行って、リコ呼ばれているレセプションパーティーみたいのがあって、そこに行こうかな行かないで行こうかなくらいな感じですかね。スタイリストのコギちゃんです。今回初パリ。はい、初めて来ました。パリどうですか？なんか服好きな人がいっぱいおって面白いなです。みんなそれでいいみたいな感じじゃないですか。私日本におると派手な人で変わった人とかおりがちなんですけど私より派手な人めっちゃいっぱいおるやんって感じでいいなと思いました。楽しいよね、ファッション楽しむには。なんで情報量が多いっていう感じです。あー、ちょっとわかります。中に入ってきました。こんな感じ。はい、始まりました。すごいなんかレザーを多用してる感じがします。素材的にすごい際立ってるなと思いました。これかわいい。私こういうなんかこうストンとした目が着たい気分なんですよね。こういうのとか可愛い。透け感あるのいいですよね。このお腹ちょっと開いてるのがいいですか？今回の黒いはもうなんていうのか、ストイックなまでにこうモノトーンの世界というか、色を極力排したこう世界観になっていますね。クロエのショーなんですけども、はい、どうでしたかクロエ？タフなんだけど優しい感じ。なんかやっぱりレザーがすごい多かったね。レザーがすごい素敵だった。なんかやっぱりハンドクラフトな感じの、ちょっとカッチワークだったりとか、なるほど、ありがとうございます。セレブリティを撮ったりとかのアフターもやってますね。すごい時代の流れっていうのを感じるのですけれども、服というか人というかセレブというかにすごくフォーカスしているというか、うまく言えないんですけども、ファッションショーがなんかすごく変容しているのを先シーズンくらいから感じたんですけど、もっともっとその変容感っていうのを感じますね。さあ次はですね、ロジェ・ビビエの、プレゼンテーションですね、行ってきます。パリの地下鉄ってね、なんかねすごい綺麗なんですよ。その写真が飾ってあったりとか、そのアーティスティックなものが飾ってあったりとかして、芸術の国みたいな感じのことにしませんか？ミラノはカラオケ、パリは弾き語り的な。どうしよう、めっちゃ声量あるんですけど。はい、ロジェ・ビビエの紹介場に来ました。超素敵だ、見てドーン、かっこいいこの会場。すごい、バイオリンの生演奏がモデルさんが動いておる。こっちもロジェ・ビビエのモデルさん全員なんかこうかぶけるというか、女優というかダンサーというか、うわ、綺麗。夢のようだね、夢だね、夢の世界だね。はバッグ。バッグもこれちょっとクチュールのドレスのドレーピングのようなディテールでデザインされた新作のバッグで、素材もすっごい柔らかいね。そう、すごく軽いし、レオパードのアーカイブの中でも何度も繰り返し出てきているシグニチャーモチーフの一つで、これかわいいね。ここはキラキラゾーンですね。クリスタルルーム。クリスタルルームだけあってモデルさんもキラキラや。このキラキラとか、うわー、可愛いメアリージェーンあります？ないですよ、ないです。夢のメアリージェーンじゃないですか。そしてこちらでもアクス作ってる、アクス作ってる。こうやって伸ばしていくんだね。小島くんにとって今回のパリはいかがですか？変化ありました？なんか全体的にチアフルなムードがすごい溢れてる感じはします。で、特にアジアの
メディアとかセレブリティとか中国も今回はとっても増えましたし、エネルギーがすごい感じてます。なるほど、確かにアジアンパワーすごい感じるところ、はい、そしてですねリクオエンスに来てみました。こんな感じですね、キッズたくさん、もうめちゃめちゃもう期待値が高い、はいとか、おーいい、ファーストルックです。見上げてショーを見るっていうのもなんかすごい見え方全然変わります。すごい面白かった。なんかもうなんかね異次元ですね、違う世界軸に連れて行かれた感じでした。もうなんか冥界の中の美意識的な美意識みたいなのをガン出された感じ、すごいかっこよかった。リックのミューズですね、今日もかっこいい、キレッキレ、すごくない？ちょっとこの人だかり？ね、すごいよね。イザベル・マランくらいパリのおしゃれな人に愛されてるブランドないなって思ってて、本当のおしゃれな人が集まってる感じ、ね、この現場な感じの人めちゃめちゃかっこよくないですか？みんな、うまくやれてる？不具合はない？何かあったら私に言うのよ。もうなんか会場がラブカスでめっちゃ楽しかった、うん、リアルクローズだ、あのイザベルのすごい、そうだね、ありながらパーティーな感じもすごい可愛かったね、キラキラして、あ最後の方のやつね、超可愛かった、いつだって愛が可愛いよね、あれはもう永遠に好き、ね、永遠に好き、永遠に私たちは好き、いかがでしたか？ラメラメの感じがすごい、あれがすごい印象だね、上がりますね、久しぶりにああいう感じ
感じのなんか 80s みたいな格好したいなと思いました。めちゃめちゃ楽しかった。なんかパリのファッションのおしゃれのトップオブトップたちのお姉さんお兄さんたちがめちゃめちゃ遊んでるみたいな感じがすごい良かった。いい意味でトレンドをあの触りつつイザベルっぽいものを出しつつみたいな感じのリアルクローズだったなと思います。ファッションシャワーを浴びるのってめちゃめちゃ楽しいね。ちょうど折り返し地点くらいですかね。今向かっているのがロエベですね。でその後一世三宅を見てビクトリア・ベッカムがあって幼児山元でフィニッシュです。ロエベの会場こんな感じです。お城の中庭の中にホワイトボックスドーンと立ってます。高倉ゆきのです。はい、L のファッションエディターしてますです。どんなブランドですか？ロエベとザ・クラフトマンシップっていう1ピース1ピースがアートピースっていうのがもう最近すごい色濃く出てますよね。あ、そうだね、本当に、うん、今回どんな、なんかもう作品っていうね、ピースが見れるかすごい楽しい。ありがとうございます。なんかさっきすごい歓声が聞こえたんですけど、これかな、これこの彼女かな、スターかな、韓国語が聞こえたから韓国のスターじゃない。すごいよね、アジアンパワーは本当にセレブというか。いってらっしゃいまし、どういう風にいってらっしゃいまし。またなんかちょっとセレブみたいな人が来ました。本当今シーズンこれですよね。誰が分かんないけど、セレブです、セレブです。中は、こんな感じになってます。こういうのがものすごい繊細なオブジェらしいので、一回座ったら、動かないようにということでした。ジョナさんがすごい大事にしてるものみたいですね。始まりましたよ、始まりましたよ、ロエベ始まっちゃいましたよ。ファーストルックです。なんか何シーズンか結構構築的なデザインみたいなやつが続いてたかなと私個人的には思ったんですけど、ソリッドに削ぎ落とした方向に行ってるなと思いました。なんかお気に入りのルックとかありましたか？靴、はい、が欲しいです。あのぐちゃぐちゃってなったやつ。ぐちゃってなってるブーツは欲しいです。あれは可愛いかったと思います。ありがとうございます。また他で、じゃあね。なんか野外で室内ジムみたいなことをしておる。わざわざこの荷物持ってきたのかな。一斉に向かったんですが、時すでに遅しで始まってしまっておりました。だよね。どうしよう。一斉三宅を逃してしまったので急遽決まったんですけども、キコのショーがあるって聞いたんで、ちょっとそっちの方に足伸ばしてみようかなと思います。めちゃめちゃ取りやすい最高の状況になっております。これを教えてくれたのがゆうくんです。ゆうくんは裏の情報を持ってるんですよ。キングくれました。うまいかどうか分かりません。おいしいおいしいおいしいね、おいしいね、おいしいかな。 It's a grape. Very, very. It's nice. It's nice, huh? It's
すごい。おいしそうに見えない。おいしい、おいしい、おいしい。これやだ。これなんすか、なんすかこの茶番。はい、聞こ終わりました。こそこ取れたかなっていうのと、取りやすかった。なんかそんな人がガヤガヤしてないから、やっぱこういうのやりやすくていいなと。はい、会場着きました。こんな感じですかね。ここでスナップ撮りたいなと思います。多分始まる前に、まあちょっと寒いからゆっくりしてくださいみたいな、カクテルみたいな感じになってます。でもらったんですけども、なんか唐辛子が入ってるんですね。なぜに。ベースはジンですね。唐辛子の味がして、あの独特の味がします。羽が覗くの可愛いですね。靴とパンツ一緒になってるレザーネスの私結構好きなテイストですね。フィナーレです。フィナーレです。ビクトリアベッカも終わりました。なんか最初はドレスドレスって聞いてたから、結構なんかパーティー系なのかなとか、そういうドレッシーなのかなと思ったんですけども、私個人的にはデニムだったりとか、ちょっと透け感のあるこのニット、編み編みニットみたいな合わせ方のルックとか、結構リアルクローズにあるのもあって、私そこら辺結構好きでしたね。次は最後のショー、幼児山本に向かいたいと思います。ビューティフォー。ともくんにとって幼児ってどんなブランドかしら。世界に誇れるブランドの一つですね、やっぱりね。ファッションとして黒を広めたっていうところが、すごく偉大な功績を持っている方なんではないかなと思います。ファーストルックです。世界観っていうものを表現したショーだったなと思います。長旅の疲れも溜まってきたので、ちょっとゆっくり今日はしようかなと思ってます。じゃあねー。おはようございます。今日の予定は、一番最初に車を行くのが、ビビアン・ウェストウッド、その後にエルメス、そして最後にはコムデギャルソンに行きたいなと思います。3つだけなんで結構楽だなと思っているのと、あとは今回はビビアンとコムデギャルソンスナップに集中したいと思います。なんかザ・ビビアンな感じの子がいたりとか、結構いっぱい人がいますね。なぜか急に歌い始め、踊り始めた人もいます。ホテルの2階からは、一足先に入った観客が下から入ってこようとするセレブを写真撮ってます。すごい熱狂だね、本当に。今日の彼女、今日赤です。はい、Thank you。 謎の三角震えてるじゃないですか。ビビアンの紹介状では割とそのビビアンキッズというか、自分の好きな格好をしている感じの、そのクリエイティブな男の子たち、女の子たちたくさん撮れたんで、次は、大好きなエルメスに移動したいなと思います。早速入ってきております。こんな感じ、もうエントランスからね、サンドカラーのボンビになってますね。こんな感じです。こんな感じ、大人の空間です。ヤブノさんとエルメスってのはどんなブランド。タイムです。その現代に合った表現の仕方で、この時代を超えて愛される価値を提案しているっていう、時代を凌駕する的な、トラヤの洋館的な。なんかこう時代を凌駕して愛されてるけど、アップデート毎回してる的な。そしてもしかしてこのおしゃんなスカーフはエルメスです。と思ったな、も
ったの可愛いね。母のなんだ。長く愛せるっていうことで。あ、そう、しかもあの世代を受け継げれる。そう。ありがとうございます。ショーが終わりました。なんか本当にいいの見れたなと思います。ものすごい上質で、生地とか素材にフォーカスして他のものをこう削ぎ落とした感じのショーなイメージを受けました。よりなんかエルメスの本質が際立ってる感じがしてすごい好きでした。個人的にはですね、パーツマニアなんでパーツがすごく美しいんですよ。ネックレスだったりとか、あのバッグとかジップの金具とかキラキラしてて、それがもうなんかあたかも宝石みたいな感じでキラキラってしてたのがすごいいいなって思いました。皆さん見てもらっていいでしょうか。お馬がポーズ規制をしております。かっこいい。見てもらっていいですか。シャンゼリゼのルイ・ヴィトンの上に草間さんがいますね。今キスに来ました。何しに来たかと言いますと、あったー、じゃん、2020年に出した本です。スマップの選手がキスに飾っております。はい、そして引き続きギャルソンですね。今日最後のショーに行ってみたいと思います。ギャルソンラバーみたいな感じの人がいっぱいおります。なんとかね。はい、パリのお土産といえば定番ですね、ポアラーヌのクッキー屋さんに来ました。クッキー買いたいと思います。定番ですね。ビヨンビヨン。パリで大好きな、イスラエルかなの料理屋さんに来てます。このね、ブロッコリーのね、そのまま焼いたやつとかフムスとか大好物なんですね。とりあえずパリコレいろいろありましたが、ボリューム2これで一旦締めたいなと思います。はい、またボリューム3もお楽しみにお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。